共通点は現役バンドマン、そしてギターボーカルを務める2人、ドクターミュージック店長モージーとドクターミュージックチャンネルのカメラマンヤスさんが、バンドマンならではの話や悩み、気になっている機材、小話などを持ち寄ってラジオのように話をする新企画、モージーとヤスさんの夜な夜な話。モージーとヤスさんの夜な夜な話。はい、はい、突然ですけれども、はい、これ第1回ということで、はい、まあ、あの今までのねドクターミュージックチャンネルの、うん、ああいうものとちょっと雰囲気を変えてね、はい、大人の時間だよね、ちょっとねこの雰囲気もね、ね、ちょっとこれ全部電気消してるんで、でそこにカニいるんですけどね、まあいいっしょ今日はね、あの、まあ、この回は、うん、まあ、夜な夜な話なんで、夜遅く更けてきたんで、もう、うんうん、あんまりでかい声も出せないので、はい、小さい声で、はい、ボソボソ喋りながら何か掘り下げていくという、まあ、トーンを落とし目でね、そうそう、いきたいと、はい、思いますので、はい、今日第1回目はこれですよ、はい、パワーサプライ、うんうん、あれ、ヤスさんがパワーサプライは何か使ってたっけ？僕はですね、フェンダーのエンジンルーム使ってる。流行りの、はい、重たいやつ。そうです、あれクソ重たいよね。重たいです ね、 ねえ、LVL のいくつ、これ3つぐらいありましたっけ。そうそうそう、5と8と12があるんだよね。8使ってるっすね。あ、8か、はい、じゃあ一応こう AC ケーブルがつなげられるやつなんだ。あ、そうそうそう、あ、じゃあ全部つなげられるか、うん、そうなんですよ、うん、5K と 8K と 12K とだよね、うん、そうですね、うん、あれはね、あの最近、最近って言っても、まあ、ここ数年前に、うん、出たんだけれども、あれさ発売してさ1年ぐらい物来なかったんだよ。あ、そうなんですか。そう全然物が届かなくってやきもきして、初回分がちょっと来たらもうそれ以降1年ぐらい来なかったという。あ、そうなんだ。なかなかそういう問題が発生して、それやっぱ人気だからなんか、いや分かんない、生産がうまくいってなかったのか分かんないんだけど、で、あれ専用のボードが出たんだよね、プロフェッショナルペダルボードって言って、あの要はあのなんていうの、あのペダルトレインみたいなやつ、スノコタイプに近いやつで、うんうんうん、でその下にちゃんとこう LVL が入れられるよう るようになってるんだ。そう、収納されるような。でボードは来たよパワーサプライずっと来ねえんだよ本体よ。そうそう、だからね、あのそこのトレイみたいなのがあって、うん、そこにグッと挟み込んでネジで締めるんだけど、うんうん、そこにこれ乗せてたもんねこれかっこ悪いとか言いながらサイズだいぶ違うな、うん、もうこれもう裏面ペッて貼り付けできるんじゃないかっていうね。で各有ね、僕はこれを使ってるんですよ。あ、そうなんですか。うん、バイタルオーディオはもう普通に超有名メーカーですもんね。そうだね、これも 8K と。まあ、それこそあれなんですか、こう、まあ、僕もちょっと調べたぐらいしかあれないですけど、うん、こうアイソレート式と、うんうん、こうなんですか、タコ足配線、タコ足みたいな、まあ、普通のやつと、うん、まあ、一応僕も、ね、今フェンダーのエンジンルームなんでアイソレートって呼ばれてるやつだと思うんですけど、うんうん、やっぱり結構違うもんなんですかね。そうだね、これ僕の話で申し訳ないんだけど、一番最初ね、僕はあのこのいわゆる数珠つなぎケーブル、あの DG ケーブルってやつだね、一、うんうん、つのエフェクターからこう数珠つなぎで昔つないでたんだよね、うんうんうん、で最初は良かったんだけど、うん、ちょいちょいデジタルエフェクターが入ってくわけよ、間に、はい、追加される、うんうんうん、そうするとね、なんかね音おかしいんだよねまあでもこんなもんかななんてずっと、うんうんうん、電源入るから大丈夫だって思ってたの。そしたらね、ある日その、まあ、電源あの誤動作を起こしたわけだ、うん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 、ライブ中に、うんうん、でこれはなんかちょっと問題だなと思って、 でもパワーサプライにお金かけるのどうかなと思ってて、うんうんうん、で安いパワーサプライを買ったの、うんうん、でそこからこう電源つないだの、音良くなったんだよね、うんうん、でもそれは全然普通のいわゆるタコ足なんだけどね、うん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 、
でそれで数年使ってたんだ、うん、そしたらこれ出ちゃったんだよね。あ、その時期に。そう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 、うん、うわかっこいい赤いかっこいいシャーみたいみたいな、うん、もう3倍じゃないんだけどね、うんうん、でこれに仮接続をして繋いだ時に目から鱗出ちゃったんだ。全然違うんだ。そう、土着素クリアなの。お、うん、え、でもさ、その LVL の前は何だったの？僕ワンコントロールでした。あー、ちっちゃいやつ。あ、そうそうそう、この、うんうん、ちょっと話題になりましたよね、はいはいはい、すんごい小さいパワーサプライでかっていて、うん、なんか可変の電圧のやつもついてて、はいはい、あれもなんか結構人気があったけど、うん、あれすごい熱持つんだよね。うん、で悪くはないんだよ、うん、あのサイズであれ実現できてるのはすごいことなんだけど、うん、でもやっぱりちょっと熱持つとね、こう触った時にちょっと大丈夫かなっていう気分になったり、うん、まあそういうこともあってね、まあ、僕はこのバイタルを使ってるんですけど、うん、まあ、やっぱアイソレートっていうので、要はまあこれはね、完全なアイソレートではないらしいんですよ。うん、そうなんですね、うん、で完全なアイソレートのパワーサプライっていうと、ブードゥーラブ。おお、懐かしいですね。懐かしいでしょ。でかいやつね。そうそう、重たいやつ。あれの、ペダルパワー2っていうのが、うん、まさにそれで、めちゃくちゃ売れましたね。中にトランスも入ってて、そこから枝分けされてるんだけど、うん、それは完全独立なのね、うんうん、だけど今のこれ電気的にアイソレートされてるやつでも全然いいんだけど、うん、やっぱりペダルパワー2と比較すると、時々そういう変なノイズ出るんだなとかっていうのもある。そうなんですね。その、まあ、僕もボード制作をする仕事をしてるので、うん、それで時々そういうシーンに出会うというか、うん、困るんだよね。なるほど。うん、いや難しいんだよな、うん、なんかそうね、そのデジタル機器使うとどうしてもこの容量も増えるじゃないですか、うん、電流量とか。電流量、これ電流量のことについてね、うん、知ったのが最近って人も結構多いんだよ。あ、うん、それまでは 9V だから大丈夫だっつって言って、うん、しかもねこれさ、 A と B と可変ができるって知ってた？ここにスイッチがついてて。あ、うん、これ LVL もついてるよね確か、エンジンルームも。全然覚えてないです、うん、でもついてる、ついてんだよね。うん、可変が 9V、12V、18V みたいな。18、そう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 。で、あれね、 9V、12V、18V って切り替えると、うん、いわゆる、まあ、電源は 9V から 12V、18V に上がるんだけど、うん、電流量、うん、出力する電流量は下がっていくんだよね。そうなんですか。そうそうそう、だから確かこれの場合はここに書いてあるんだけど、800、うん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 、なんだけど確かね 12V に下げるとね落ちるんだよね、300、あ、400ぐらいかな、半分ぐらいになるんですね。なんか落ちるんだよね、うん、なんかそういうのもあって、ちょっとこれ詳しいデータは知らないんだけれども、ね、それでね、フリーザトーンのあれかな、フリーザトーンのタイムフライン、アーク 53M、 あ、はいはい、あ、これじゃないんだ、ごめん、ストライモンのオーハイだ。あー、オーハイの R30 っていうのがあってさ、うんうんうん、あれも 12V、18V の切り替えができるんだけど、うんうんうん、あれね確かね、9V で500mAh 出せるって書いてあるんだけど、うんうん、12V にすると 375A になるんだろうね、375mAh か、うんうん、微妙なとこでしょ。で、フリーザートーンのアーク 53M が 400mAh 必要なのね。うん、微妙でしょ、はい、あれね普通に動くんよ。ああ、動くんの、動くんだけど残りね、うん、残りの端子にデジタルエフェクターいくつかつないでいくと予想もしない時に誤動作しようのね。そうなんだ。要するにアダプターから一つ入って、うんうん、で分配してるわけだから、うん、やっぱこのアダプターの限界もあるんだろうね、うんうんうん、それは全然思わなかった。それこそ僕本当にフリーザトーンのアーク 53M 使ってて、うんうんうん、まあそのね、前だったらそのワンコントロールの時は、うん、確か別
個で電源取ってたから大丈夫だったと思うんですけど、うんうん、今これになって、うん、そのフェンダーのエンジンルームになってそこから取ってるんですよ、うんうんうん、で下手するとあれですか。いやいやいや、でも 800mAh ぐらいじゃない、出てなかったっけ。これはですね、うんうん、500mm? 全部500って書いてある。うーはー、もしかしたらってのあるかもしれないよね。怖い。いやいや、これは別にね、あ脅してるわけじゃないんだけど、でもそういうことって起きうるんだよね。あ、うん、確実じゃないんだよね。なるほど、うん、だからどうしてもそういうところに不安があるやつはちゃんと専用のアダプターを使うべき、ね、うん、過去にそういうことも何度もあって、例えばあれだよね、イーブンタイドとかさ、うんうん、イーブンタイドってすごいコンパクトのモデルも出てるんだけど、あれもやっぱり容量結構食うんだ。そうですよね、うん、だからうんと持ってるパワーサプライで大丈夫だと思ってつないでみたものの、うんうん、もののなんかいきなり音出ないとか、うんうん、プリセット変わんないなんてことがあるんだよね。あ、誤動作ってその電源はついてるけど本当に正常に動かないっていう感じなんですか。そう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 、電源すらつかないではなく、下手すればデジタルエフェクターの場合は中で音声、アナログの音声がデジタル変換されて、うんうんうん、で中で処理されてデジタルからアナログに戻して出てくるわけなんだ、うんうん、このデジタルからアナログからデジタルに変換されてないからなんかおかしな音になってるんだよね全然発音されてないわけだ。なるほど。あれってなったりとか、まあ普通に出てたと思ったらプリセットを変えたらいきなりなんかパカ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 って警告ランプがついて、でずっとついてるの。だから電源一遍抜いてもう一回差し込むともう一回フッてつくの。お、ついた、大丈夫じゃんって、しばらくしたらパカ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 って。あ、なるほど。なんか癖がついたように最初は全然なってなかったのにいきなりパカパカ鳴り出すなってことがあるわけ。なるほど。これがね、難儀なの。確かに多分ね、これ見てる人の中で数人いるよ。うん、いそう。でしょうがないからって普通のアダプター自分で繋いでる人がいるかもしれない電源1個増えるやんみたいな ね、うん、まあね、こんな話をするとさ、まあメーカーさんの人に、ね、メーカーの人にしたらさ、専用のアダプター使ってよと、うん、そうね、パワーサプライ取らないでよと、うん、ね、でも取りたくなるよねやっぱりね、こうライブの時にね、いくつもいくつもつなげるの大変なんね、電源タップ持ってきてブスブスブスって差し込むのめんどくさいもんね。多分みんな同じようなこと考えるんだけど、うん、だからパワーサプライを買うんだけど、でもやっぱり全てにおいて、まあパワーサプライ全能ではないなって、うん、うん、まあ今のところ僕の場合はそんなあのすごいで、あの脳みそを使ってるエフェクター持ってないから僕がやばいですね、アーク 53M とかだ、ね、今のところ、今のところ大丈夫です、ね、フェンダーのエンジンルームは大丈夫ということなのでおすすめらしいですよ、はい。まあ、そんな感じで、はい、今日はこんな、お話になりました、ね。まあ、時間も時間なんでね、はい、そろそろ終わりにしたいと思いますので、はい、と思います、はい、ということでモージーとヤスさんの夜な夜な話でした。おやすみなさい。おやすみなさい。